ルチャールのお兄さんが病気になった。イルチャールのお兄さんが看病して。あの砲塔団は花火を確認するために戻ってきたようね。二人とも隠れて、ここで様子を見ましょう。おかしら、花火はこれくらいで足りますかね。何言ってんだ、こんなんで足りるわけないだろ。しかしおかしら、花火をこれ以上用意するには城内に行って盗むしかないですよ。うん、だったら光らなくてもいい。音が出るものを用意しろ。確か爆竹と言ったか、あれを持ってこい。俺たちの目標はできる限り大きな騒ぎを起こすことだ。全ての戦艦軍の注意を引けば野郎どもも行動しやすくなる。分かったか？わかりやした。お頭は本当に頭がいいっすね。今回こそはがっぽり稼げますよ。しかしお頭、野郎どもがみんな出払ってる今、ここに残った人数じゃちょっと心もとないんじゃないですか？その点は心配すんな。怪盗祭ではいろんな催しがある。戦艦軍は今頃忙しくしてることだろう。ここに来ることは絶対にない。お頭大変だ。どうした？情報が漏れたみたいだ。戦艦軍がもうそこまで来てる。それに俺たちが置いた見張りも全部捕まっちまった。仲間が花火に火をつけて戦艦軍をかく乱してなかったら多分俺も捕まってた。お頭、早く逃げましょう。戦艦軍がどうして情報を、しかもこんなに早く。くそ、今はそんなこと考えてる場合じゃない。花火はここに置いてく。逃げることを優先しろ。俺たちが捕まらない限りまだ計画は終わっちゃいねえ。どうやら私たちの出番のようね。ああ、行こうぜ。武器を捨てて両手を上げなさい。くそ、邪魔をしやがって。今すぐこの刀で。何？お前は幽変国生。ふん、私を見て止まるということは少しは物分かりがいいようね。もう一度言うわ。武器を捨てて両手を上げなさい。まさかこんな人里離れたところで幽変に出かすとは。逃げられないとやる。
おとなしくしていればいいものを。幽変の手で裁かれるとは、しょうがねえ。じゃあ、私の質問に答えてもらおうかしら。こんなにたくさんの花火を盗んで、何を企んでいたの？俺たちは、ただ。正直に言えば、少しは罪が軽くなるわよ。わかった。この花火を、俺たちは城内へこっそり運ぼうとしてたんだ。そして、怪盗祭が開催されたら、それに火をつける予定だった。花火は強い光を放ち、爆音を響かせる。だから火をつければ、騒ぎが起こるだろう。その隙に城内に入って、人稼ぎしようとしてたんだ。だが、数がまだ足りなかったから。だから。そう。なら、君たちは複数の小隊を配置して、花火を盗んでいたのね。そうだ。もともとは大勢で盗みに行かせてたが、そのうちの一人が飛雲商会に捕まって、幹部に連れてかれたと聞いてな。おかしいと思ったんだ。飛雲商会とは何の関係もないはず。それに俺たちが盗んでたのは幹部のもんだったわけだし。いや、とにかく、あの捕まった奴が全て吐くんじゃねえかって心配してたんだ。まさか、そのタイミングでお前に捕まっちまうとは。さっき、お前たちの仲間が戦艦軍も来てるって言ってたよな。そうだ。なぜか知らないが戦艦軍も、俺たちの見張りの情報を事前に知ってたようだ。奴らはこっそりと見張りをほとんど無力化した。その情報を途中で掴んでなかったら、俺たちも捕まってただろう。今もう捕まってるだろ。それは。どうやら、戦艦軍は以前捕らえた砲塔弾の口を割ったようね。この近くにも、砲塔弾の残党がいるかもしれないわ。安全のため、場所を変えましょう。旅人、この砲塔弾たちを、警察層にいる戦艦軍のところまで連れて行ってくれる？私はもう少し調べてから合流するわ。ええ、君もね。警察層で会いましょう。